離れ離れな恋。日本からアメリカへと住民が多く住んでいる素晴らしい街に、美しい彼女と彼がいました。彼女は、私どもの町の朝市で働いていましたが、彼はアメリカからの距離を隔てた他の国に住んでいました。思い出すように、彼らはお話ししたり、写真を送ったりしながら素晴らしい関係を築いていきました。時にはお話に2時間、 そしてきちんとしたデートもしました。すると、彼らのこの不思議な恋はより濃くなっていったのです。だが、彼らはまるで星を見上げる話をしながらも、この地平を超えた別離を仕方ありませんでした。それでも愛は続きました。彼女は彼の所在を知らないままで毎日彼の夢と歴史を思ったり、自然と今日の出来事を振り返ったりしました。そして、 彼女は毎朝の朝チで彼への遠隔の愛を確認しました。彼らの離れ離れな恋は時を超えて強力なものとなりました。二人は離れていても一つの力で繋がってきたのです。心をつなぐ深い関係を築いていくために彼女は思いを結び彼がどんなに偉大な力になったかを見つけていったのです。時が経つにつれ、 彼女は彼への愛が毎日さらに強くなってきたことを実感しました。そして彼女は彼が再び立ち帰ってくる日を待ち望んでいました。そして二人が再び行き来することを叶えるために彼は訪れることを決めました。そして彼が彼女の村へ到着すると彼女は初めての結びをもたらす真の絆を作り出したのです。二人の距離が縮むにつれて 彼らの離れ離れな恋は次のレベルへと突き進みました。彼らが時を超えてしっかりと愛し合うことができることを証明するように、彼らの関係は毎日強くなりました。